ちは、谷口ふみです。今日はデート前の GRWM をやっていきたいと思います。マジで楽しみ。ちょっと早速もうやっていきましょう。今日一日動画回してるんですけど、メイク動画はメイク動画で別で出そうかなと思って、今これあの GRWM というか、まあ、メイク動画みたいな感じになるんですけど、ちょっと喋りながらやっていきます。カラコンはこのバンビシリーズの青。はい、じゃあ次下地塗っていきます。下地はこのラロッシュポで使っていきます。このね、角とか、これはあのハロウィンメイクの時につけてたやつなんで、なんか角かわいいよね、大志座みたい。多分ね、そのデートの様子とか詳細というかというのは後日アップされると思うんですけど、なんかそういう感じで動画回すのが初めてすぎて、ちょっともしかしたらぎこちなかったりとかするかもしれないけど、よかったら楽しみにしててください。今日はね、美容室にも行くんで、なんかもうそれにも適応したというか、それにも美容室あるあるだと思うんですけど、あのマロンってなるじゃないですか、バスタオルでシャンプーしてもらった後。あの時ってマジでどこの民族かなってぐらいバスタオルぐるぐる巻きにされて、こう美容室内をカッポする時間ってあるじゃないですか、シャンプー台から自分の席まで。あの瞬間ってうち割とちょっと好きで、なんか無駄に姿勢良くなんね、あの時うち。なんでかっていうと、なんかさ、ごまかしようがない状態じゃないですか、あの瞬間って。もう全部が出てるから、 今みたいな感じじゃないですか、ここに巻かれて。だからあのパッてその自分の席まで行く前までにちょっと喋りながらやろう。ジバンシのグリーンの下で塗っていきます。なんかそんな民族感がすごい状態で、ちょっとでもなんか姿勢が悪かったりとか、あのちょっとこう猫背やったら余計になんか美人良くないみたいな感じで思うから、逆にもう堂々とスンってめっちゃ姿勢良くして、でちょっとお腹へっこめて、こう猫背じゃなくてこうピンってして、あのデカバスタオルをつけて、こうカッポして自分の席に行くっていうようにしてる。逆に堂々とするっていう。ちょっと恥ずかしいから小橋でこう誘って行きたくなんねんけど、私はもう堂々と逆に行こうかな。そこ恥ずかしがってる方が恥ずかしいみたいな感じで。あの瞬間ってみんなどうやって移動してる？ススって。いや、行きたくなる気持ちもめっちゃわかんねんな。もうオードリーの春日さんぐらいこう胸張って歩いてるね、あの瞬間。逆によし、じゃあちょっと赤み飛ばせたら、私の大好きなシュウエムラさんのファンデーションマジで大好き。これ使う。遊びに行くんだよ、めっちゃ楽しみです。あ、嬉しい、マジでウキウキする。めっちゃ服悩んだし、ほんでブルーのこれめっちゃ素敵じゃない、綺麗じゃない。そうそう、バスタオルをねバーンって巻かれますから、顔の端まで気が抜けないよね。はい、じゃあちょっと思いっきりパウダーを、このズーシのパウダーを思いっきりつけていきます。ちょっと生え際とかね、たっぷり生え際はね、サラサラさしときたいよね。でももう結構秋めいてきてさ、乾燥するようになってきたから、そんなにパウダーもそんな大量じゃなくても良くなってきたね。オッケー、じゃあちょっとシュウエムラさんの眉マスカラしていきます。あ、なんかちょっと緊張してきた。美容室自体久々だし、遊びに行くのも嬉しい。みんなってさ、こう一人行動ってどこまでできる派？一人行動ね、うち結構どこまででも行ける派かもしれへん。弟にはかなわんな。弟はね、一人 USJ してました。全然 YouTuber とかそういうのじゃないんですけど、あの別に何のカメラも回さずに SNS 載せるとかもせず、ただただ確か「進撃の巨人」コラボの時かな、それが見たいって言って、学生、弟高校3年生かなの時とかに一人で、あと京都からユニバーまで行ってましたね。あの行動力高3ですごいなと思ったな。なんか一人焼肉とか一人お寿司とかラーメンとかは全然わかるけど、一人ユニバでしかもこんな感じで動画回さず、ただただ純粋に一人で楽しみに行くっていう、それを弟がやった時はすげえなこの子って思った。このシェーディングとハイライトしていきます。この動画出てる時にはもう情報解禁になってるかも。なんと私この度12月篠原演芸場さんにて大衆演劇に出演させていただきます。マジで来てください。嬉しい、楽しみ、頑張ります。あー、やばい。そう、まだこれ撮ってる時はね、情報解禁になってないと思うんで、なんか今初めて動画で言ったんですけど、こんなメイク中に言うことじゃなかったかな。どうなんだろう。あー、嬉しい、本当に嬉しい。今年は本当にいろいろあったな。な
なんかね、私京都にずっといて、その自由活動とかもさせてもらってたんですけど、なんかマネージャーさんとこう毎年なんだディスカッションがあるんですけど、今年はどうしていこうみたいな、年始めになんか今年は女優寮の方は東京の作品に一つでも出れるといいねみたいな感じで話してて、それがそのね、仮面ライダー出させていただいたりとか、舞台決まったりとかで、なんかもう、あ、夏をやばい、本当にもう本当になんか周りに恵まれてるなって思う。その分己がめちゃくちゃそれに見合うだけの作品に対して努力をもちろんしないといけないんだけど、それがすごく幸せ。本当にいつも見てくださってる皆さんのおかげでもありますし、もっと頑張ります。ありがとうございます。やばい、めっちゃ嬉しいの。あ、ほんまにワクワクする。お腹空いてきたな。チークはこのもう底見えしてる、めっちゃ大事なエクセル使います。今日はね、ちょっと綺麗めでいきたいな。綺麗め兼可愛らしい感じでいきたい。青とピンクの相性ってめっちゃいいね。よし、次どうしようかな。このリリーバイレットのピンクチークのちょっとラメをね、涙袋とかに置きます。なんか程よくぷっくりしてくれるし、ちょっとピンクだからあどけない感じもあって、ちょっと軽くだけアイライン引きますね。ワクワクするな。今日ちょっとアイライン長めにしたい気分でもあるな。締め色使ってないから結構化粧してるけど濃く見えないのがいいよね。私の大好き、一生愛する三ツ矢ステージマスカラブラック塗ります。マスカラ塗ってる時ってなんか変身って感じするよね。リップはね、これがめっちゃいい。やばい、みんないいっていうだけのことあるわ。このフィーさんのめっちゃいい。これはもうやばい、他の色も欲しくなっちゃう。本当にいい、チュルチュルになる。本当かなり長い時間この潤い具合。メイク完成じゃない？あと何が言ったっけ。いつも髪ノーセットでいいの、楽でいいな。今日どうしようね。デートってさ、何が好き？みんな、まず指輪はマストでしょ。やっぱブルーの服だったら銀だよね。そう、シルバーのネックレスを実家に置いてきちゃったのよね。金になっちゃう。だからでも首元あった方がちょっと華やかだよね、これ。あ、素敵じゃない？いいんじゃない？喜んでもらえるかも。どう、綺麗？可愛いかな。こんな感じで今日の準備は完成しました。やっぱごめん、ちょっと鏡見て思い直してカラコン撮っちゃったごめん最初カラコンありで進めたからちょっとややこしいことしちゃってごめんなんだけど、ちょっとこの服的にはラガンとかナチュラル入れるとしたらナチュラルカラコンの方が合うかなと思ってカラコン取っちゃった。今日はちょっとこれでいきます。ごめんなさい。